2 in the morning. June wake up a little bit. Where is your feet? Papa is going to do a little bit massaging his feet. He likes to relax, no, Bonita? I love you, Kenny. Papa loves you so much. And now it's 2:30 in the morning. June wake up a little bit. Say hi, June. Okay? And then he's watching Jess. Yay! Now it's 5. The nurse come here, she clean his nose a little bit. He's doing good, he wants to go home. And she's gonna bring some jelly for him. And let's see, he needs to eat a little bit. And then the doctor can come home in the morning and send us to home. Yeah, love you, Panita. おはようございます。ジュリオが昨日手術で、今日は次の日です。今9時だね。8時半にエドから電話があって、もう病院の先生がジュリオチェックして、でもうすぐお家に帰れるよっていうゴーサインが出ました。ので今から急いで、ブチ寝てるんだけど起こして、ジュリオとエドを迎えに行きます。そう、腰の骨の移植の手術なんで、歯茎の方を治さなかったから、ご飯もマッシュポテトぐらいの柔らかさも食べれるし、柔らかいパンケーキもパスタも食べれる、おかゆよりもちょっと固めのご飯も食べれるっていうことで、回復も早そうです。昨日ね、ビデオロビーでも見たと思うけど、すっごい辛そうで気持ち悪くて大変そうだったんだけど、今日の朝から、夕べぐらいかな、江戸曰くリンゴジュースとかも口にするようになって、普通に元気そうです。電話でもジュリオと喋りました。元気そうです。早くお家に帰りたいって泣いてますので、急いで迎えに行きたいと思います。行くよ、サリ。待って、着替えてる。おはようございます。今日は今車の中でジュリオ迎えに行ってます。ブチ、おはようって言ジュリオ来るよ。お尻がハッピー。うち、ジュリオは、うち、ジュリオは痛い痛い、あ、口痛いんだよね。痛い、痛い。パパも一緒だよね。You're gonna sit in your chair, it's fine. Feel better, man. Just tired, no? Tired? My arm hurts. I know, because the thing was a whole night like that. You're gonna be fine. You're gonna go home, you're gonna rest at home. Not gonna be playing basketball. You're just gonna be fine, okay, Nene? You're gonna sit back for the room.Thank you.
アパートの前の自動販売機にジュリオが飲みたいって言ってるなんかファンタオレンジみたいなやつ買いに行きます。今初めてジュリオの前で今回涙が止まらなくて我慢できませんでした。だってさ、もうボロボロで体もボロボロでこう貧弱になってるのにさ、泣きながらテーブルのところに来てさ、まあお腹空いた、食べたいって泣きついてきたの。こんなに辛いことってないよね。お腹空いたまま食べたいって言われることほど辛いことがない。どうしよう。ないの？ごめんね、ジュリオ。クラッシュ売り切れで、もう一個マウンテンデューのレッドっていうのもあったの。押しても全部売り切れ。これしかなかった。ごめんね。コップに入れるね。ストローダメだよね。おいしいね。ぼっちは何してんの？パパ寝てんの邪魔しないで。この怪獣見てこれ。ファーを3口とあとヨーグルト、ヨーグルトカップこのくらい食べれました。何怪獣。たらもう手で混ぜ。もう気持ちいい。くるっと遊ぶとめっちゃ気持ちいいね。エッグ少しエッグの。もう今日は青を作ってます。いろんな色もできます。うわ。パパ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 パ。痛かったよね、うん、ジュリオ行ってらっしゃいバイバイってやったじゃん、うん、でその後どうなったの？違う部屋に行ったの？まだちょっとそこに行って泣いてた。で先生たちがバーっていたんでしょ、うん、何人ぐらいいたの？20人ぐらいいた。でマスクされたんだよね、こういう麻酔の、うん、でそしたらもう眠くなるの。どういう気分になった、うんうん、息できないと思った。落ちた。え、どうしたの？でも頭ベッドに。僕は何になってかして、僕泣いてたの。あ、泣いてたから。バイバイって言った時泣いてたの。あ、だからはってなっちゃったな、うん、それで落ちた。でも落ちた。うん、
一瞬で起きてもう終わってたじゃん、うん、その間は4時間だったんだよ、うん、長いよね、うん、すごいね。なんだろう、人間って寝てる間どこに行ってるんだろうね、その意識みたいなものって、すごい不思議。みんな授業頑張れとか手術よく頑張ったねって、もう本当にねコメントがたくさん来たの。みんなでなんか言って、ありがとう、コメント頑張れたよ、ありがとう。手術が終わって術後2日目です。昨日一日実はすごく大変でした。昨日ずっとなんでふんってなした、痛かった、うん、変な感じがした、うん、ずっとジュリオが弱い感じだったんだけど、今日朝起きたら、昨日だってすごい早く寝たよ、夜の8時ぐらい寝て、で今日起きたのが9時ぐらい、12時間以上寝てジュリオが、で起きたらママってみんなどこって起きてきてさ、なんかいつものジュリオだーと思って超嬉しくて、でマクドナルドのパンケーキ食べたいって言ってね買いに行って、今すごくよく食べれたし、半分ぐらい食べれたし、本当に本当に嬉しい、元に戻ってきて、ジュリオが本当に戻ってきたって感じで、あと YouTube のコメントくれた人本当にありがとう。あれね、涙なしには読めないコメントの数々でした。うちらもあのビデオをアップロードしたことによって泣いた人もいると思うんだけど、みんながくれたコメントに私はすごく昨日ずっと心打たれて泣いてて、うん、けん玉、けん玉、もうけん玉できるぐらいね元気になったよね。ヤス君とね、ヨシくれたけん玉。そうだね、頑張れ。ああ、おすごい、できた。ヨッホー、はあ、本当になんか今やっと生きてる、生きた心地がしてます。手術する前の日、前の前の日ぐらいから超ナーバスで、で手術が、手術中も超ナーバスで、終わってジュリオのあの姿を見て心がボロボロになって、でやっとジュリオが普通に戻って、もう本当にもう幸せってこのことだねっていう感じです。はあ、よかった。これがジュリオが生まれた時本来の口の中の写真です。見事に上あごに亀裂が入っています。これを塞ぐ手術をジュリオが1歳5ヶ月の時にしました。そしてこれが2日前までのジュリオの口の中です。真ん中に大きな穴が開いているのが見えますでしょうか。今回それを先に塞がないことには歯茎は治せないということで、この穴を塞ぐことになりました。そしてこれがジュリオの新しい上あごです。大きな穴をジュリオの左側の頬骨を取って移植してくっつけて、見事に素敵な壁ができました。ジュリオ大変だったかもしれないけど、こんなに素敵な手術をしてもらえたことに一緒に感謝しようね。応援してくれた皆様、心より感謝を申し上げます。ジュリオこんなに元気になっています。とりあえず近況報告でした。ブチ来て、ブチ、これ誰がやったの、これ誰が書いたの、え、ソアが書いたの、フィンも？じゃあブーチがやってないんですね。
ートの前の自動販売機にジュリオが飲みたいって言ってるなんかファンタオレンジみたいなやつ買いに行きます。今初めてジュリオの前で今回涙が止まらなくて我慢できませんでした。だってさ、もうボロボロで体もボロボロでこう貧弱になってるのにさ、泣きながらテーブルのところに来てさ、まあお腹空いた食べたいって泣きついてきたの。こんなに辛いことってないよね。お腹空いたまま食べたいって言われることほど辛いことがない。どうしよう。ないの？ごめんね、ジュリオ。クラッシュ売り切れで、もう一個マウンテンデューのレッドっていうのもあったの。押しても全部売り切れ。これしかなかった。ごめんね。コップに入れるね。ストローダメだよね。おいしいね。ブッチは何してんの？パパ寝てんの邪魔しないで。この怪獣見てこれ。ファーを3口とあとヨーグルト、ヨーグルトカップこのくらい食べれました。何怪獣。たらもう手で混ぜ。もう気持ちいい。くるっと遊ぶとね気持ちいいね。エッグ少しエッグの。もう今日は青を作ってます。いろんな色もできます。うわ。これいいね。痛かったよね、うん、ジュリオ行ってらっしゃいバイバイってやったじゃん、うん、でその後どうなったの？違う部屋に行ったの？まだちょっとそこに行って泣いてた。で先生たちがバーっていたんでしょ、うん、何人ぐらいいたの？20人ぐらいいた。でマスクされたんだよね、こういう麻酔の、うん、でそしたらもう眠くなるの。どういう気分になった、うん、息できないと思った。落ちた。え、どうしたの？でも頭ベッドに。僕は何になってかして、僕泣いてたの。あ、泣いてたから。バイバイって言った時泣いてたの。あ、だからはってなっちゃったな、うん、それで起きた。でも、そうです。早くお家に帰りたいって泣いてます。ので、
急いで迎えに行きたいと思います。行くよ、サリ。おはようございます。今日は今車の中で授業迎えに行ってます。ぶちおはようって言って。お尻くるよ。お尻が。うちジュリオは。うちジュリオは。痛い痛い。あ。うん、口痛いんだよね。痛い。うん。痛い。怖い。パパ。パパも一緒だよね。You wanna sit in your chair, it's fine. Feel better, man. Just tired, no? Tired? My arms hurt. I know, because the thing was a whole night like that. You're gonna be fine. You're gonna go home, you're gonna rest at home. Not gonna be playing basketball. You're just gonna be fine, okay, Nene? You're gonna sit back for the room.一瞬で起きてもう終わってたじゃん、うん、その間は4時間だったんだよ、うん、長いよね、うん、すごいね。なんだろう、人間って寝てる間どこに行ってるんだろうね、その意識みたいなものって。すごい不思議。みんな授業頑張れとか手術よく頑張ったねって、もう本当にねコメントがたくさん来たの。みんなでなんか言って、ありがとうコメント。やむいたよ。ありがとう。かわいいね、ジュリは。手術が終わって術後2日目です。昨日1日実はすごく大変でした。昨日ずっとなんでふんってなった。痛かった、うん、変な感じがした、うん、ずっとジュリオが弱い感じだったんだけど、今日朝起きたら、昨日だってすごい早く寝たよ。夜の8時ぐらい寝て、で今日起きたのが9時ぐらい、12時間以上寝てジュリオが、で起きたらママってみんなどこって起きてきてさ、なんかいつも超嬉しくて、でマクドナルドのパンケーキ食べたいって言ってね、買いに行って、今すごくよく食べれたし、半分ぐらい食べれたし、本当に本当に嬉しい。元に戻ってきて、ジュリオが本当に戻ってきたって感じで、あと YouTube のコメントくれた人本当にありがとう。あれね、涙なしには読めないコメントの数々でした。うちらもあのビデオをアップロードしたことによって泣いた人もいると思うんだけど、みんながくれたコメントに私はすごく昨日ずっと心打たれて泣いてて、けん玉、けん玉、もうけん玉できるぐらいね元気になったよね。やすくんとね、よしくれたけん玉、そうだね、ああ、お仕事できた。よー
did wake up a little bit. Where is your feet? And Papa's gonna do a little bit massaging his feet. He likes to relax, no, Bonita? I love you, Kenny. Papa loves you so much. And now it's 2:30 in the morning. Julie wake up a little bit. Say hi, Julie. You okay? And then he's watching Jess. Yay. Now it's 5. The nurse come here, she clean his nose a little bit. He's doing good, he wants to go home. And she's gonna bring some jelly for him. And let's see, he needs to eat a little bit. And then the doctor can come home in the morning and send us to home. Yeah, love you, Panita. おはようございます。ジュリオが昨日手術で、今日は次の日です。今9時だね。8時半にエドから電話があって、もう病院の先生がジュリオチェックして、でもうすぐお家に帰れるよっていうゴーサインが出ました。ので今から急いで、無事寝てるんだけど起こして、ジュリオとエドを迎えに行きます。そう、腰の骨の移植の手術なんで歯茎の方を治さなかったから、ご飯もマッシュポテトぐらいの柔らかさも食べれるし、柔らかいパンケーキもパスタも食べれる、おかゆよりもちょっと固めのご飯も食べれるっていうことで回復も早そうです。昨日ね、ビデオログでも見たと思うけど、すっごい辛そうで気持ち悪くて大変そうだったんだけど、今日の朝から夕べぐらいかな、江戸曰くリンゴジュースとかも口にするようになって普通に元気そうです。電話でもジュリオと喋りました。